孔人さんの喧嘩は、慶応2年4月8日に、伊勢国孔人山で起きた、バクト同士の死闘。高段の神田白山、老曲の広沢虎蔵の次郎朝殿で有名。共に、伊勢のバクトである、神戸長吉と、あの宇徳の間に、縄張り争いが起き、神戸と、スケット22名に対して、あの宇徳の一家とそのスケット134名が、孔人山に激突。 神戸川の助っ人であった、平野二吉の氏の方に、兄弟分の清水次郎長は、東海道の幕と484名を動員。伊勢の神社に2隻の船を乗り付けて、あのお得と後ろ立てである伊勢古市の丹波や伝兵に、決戦を挑むが両者とも謝罪したため和議をする。清水一家と、あの男の正式な和解は、明治の2年頃行われたとされる。 1866年4月6日、笠のぼる神社の高市と4月8日、甲上山観音寺の講師神戸長吉、吉良二吉、大勢、角井門之助吉良の二吉は、大勢と測り、寺津から四日市へ4月6日に、回路より上陸した。この日は、笠のぼる神社の講師であり、二吉、大勢は、要するに、 賭博場を開いた瞬間に殴り込むという脅しであり、喧嘩の勝ち負けにかかわらず、あの男はメンツを潰されるということになる。運営準備を放棄したあの男側は硬神山に、上り臨戦態勢に入る。戦争突入に、土地の実力者である三好や森屋は、仲裁に入り、あの男は、山から降り、二吉たちは、傘登る神社の参詣を済ませた。小野に、あの男の射程、 門之助が中ト石役師に、仁吉らが引き上げると仲裁工作が行われるが、結論は出ず、8日朝に、三好屋たちが仲裁から手を引く。仁吉たちが高上山に向かうと、門之助たちはすでに山に登っており、喧嘩状を、仁吉たちへ届け闘争が開始された。慶応二年らが負傷。神社湾、古市。多負傷な,な天王子、清水二郎長実寺負傷な天王子。 清水次郎長は能徳紬の分岐地、長楽寺生命なし。ありがとうございます。